本日も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。今回は当チャンネル初の西武線特集、西武沿線の紹介です。西武沿線は西武新宿線の東村山駅より分岐し、西武園駅までのわずか1駅 2.4 キロを結ぶ短い路線です。終点西武園駅は西武園競輪場の最寄り駅として知られています。しかし競輪場の隣には関東有数の遊園地であります西武園遊園地があり、西武山口線の西武園遊園地駅や西武多摩湖線の多摩湖駅などレジャーに便利な駅はたくさん存在するわけです。そんな中でなぜ西武沿線が敷設されたのか、今回は西武沿線の知られざる歴史について解説していきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは西武沿線のルーツとなりました最初の計画をご紹介いたしましょう。最初の計画は現在の西武沿線の路線規模とは比べ物にならないほど壮大でありました。時は大正、当時東村山、武蔵村山、瑞穂のあたりは鉄道空白地帯でした。そこで村の有力者たちは村山軽便鉄道という会社を設立、箱根ヶ崎から東村山、田無を経由して吉祥寺に接続する都心連絡鉄道を計画し、国に申請しました。1915年、大正4年に免許が交付されます。しかし、会社の経営は厳しく、翌年には工事の延期を申請することとなりました。その時、当時東村山を走っていた川越鉄道、これは現在の西武国分寺線にあたります。これが登場いたします。川越鉄道もまた当時都心連絡線を作ろうとしており、何度も路線の新設を申請してきましたが、認められてきませんでした。都心への鉄道を作りたいけど申請が通らない川越鉄道と、都心への鉄道を作りたいけど金がない村山軽便鉄道は利害が一致しまして、1916年大正5年に免許が川越鉄道に譲渡されます。川越鉄道は2年後の1918年には路線の新設工事に取り掛かろうと国に申請しました。ところが第一次世界大戦により物価が高騰、工事の足かせとなります。そのまま何もできずじまいで、1920年大正9年には武蔵水田という会社に合併されました。武蔵水田は1921年自社路線となっていた旧西武軌道線という路線がありまして、これに吉祥寺止まりの計画線を伸ばして接続、さらに自社路線の一つである大宮線を組み合わせて、新宿から吉祥寺、東村山、川越を経由し大宮に至る環状線構想をぶち上げました。しかし旧西武軌道線は田無までの特許を持っていたため、田無で接続すればよくねということで計画は却下。1922年西武沿線の元となった計画線の免許は武蔵水田から切り離された鉄道部門、旧西武鉄道に譲渡されます。ここで旧と申し上げているのは現在の西武鉄道とは会社が異なるからです。旧西武鉄道は旧西武軌道線の未成区間でありました荻窪から田無の間を活用し、もともと吉祥寺へ至る予定だった計画線を荻窪へと経路変更、途中の下井草から支線を分岐させ目白に接続させる計画を立てました。箱根ヶ崎から東村山は後回しとなり、東村山から荻窪を先に工事することになったのです。着工以降、旧西武鉄道はもともと支線として計画していた下井草から目白の方を重視するようになり、接続駅を目白から高田馬場に移したり、工事の優先順位を変えるなど迷走しておりました。鉄道省はこの様子を見て下井草から荻窪については実現の見込みがないと判断、免許を取り消してしまいました。そして1927年4月16日、東村山から高田の馬場が村山線として開業いたします。さて次の工事の舞台は東村山から箱根ヶ崎に移るかと思いきや、何度も何度も工事竣工期限、これはつまり鉄道路線としての完成の期日でありますが、これの延長を繰り返しスタートが遅れたのです。ちょうどこの頃村山貯水池が完成します。これは別名多摩湖といい、
都心からほど近く自然豊かな観光地として人気になりました。この盛況ぶりに目をつけたライバル会社の武蔵野鉄道は、西所沢から貯水池の前まで路線を敷設し、観光需要をかさらおうとします。また後に武蔵野鉄道の親会社となる箱根土地という会社も、国分寺から貯水池までの路線を建設し始め、子会社の玉子鉄道に運営させました。玉子鉄道、これは後に武蔵野鉄道と合併し武蔵野鉄道玉子線となりますが、こちらは1930年1月23日に村山貯水池駅までを開業させます。当時は現在の武蔵大和駅付近にあり、貯水池からは若干距離がありました。これに旧西武鉄道は対抗意識を燃やし、計画路線を貯水池に寄り道するよう変更。1930年4月5日東村山から村山貯水池前を開業させます。この時は村山線の延伸という体を取っております。1936年には玉子鉄道が村山貯水池駅をより貯水池の近くに移転。村山貯水池前と村山貯水池、駅の場所も駅名も似通っており、両者が熾烈な旅客の奪い合いを繰り広げたことは想像に難くありません。その対抗意識たるや凄まじく、1941年3月に旧西武鉄道が村山貯水池前駅を狭山公園駅と改称すれば、その1ヶ月後には玉子鉄道改め武蔵野鉄道が村山貯水池駅を狭山公園前駅に改称するようなありさまでした。さて、旧西武鉄道の村山線はこのまま箱根ヶ崎まで行けばよかったものの、旧西武鉄道はまたも工事竣工期限を延長。合計8回にわたる期限の延長に鉄道省の堪忍袋の尾は切れ、1931年村山貯水池前から箱根ヶ崎までの免許を取り消しました。鉄道空白地帯を埋めることが目的だったはずの計画線はとうとうその目的を果たすことはできず、旧西武鉄道は村山貯水池までの短い観光路線としてこの路線を活用するしかなくなったのです。第二次世界大戦が激化すると、もはや観光どころではなくなりました。卵からは自然と観光客が遠ざかっていき、それに伴って2社の競争も収まっていきました。1944年には、元が観光路線という理由で政府から不要不急線に指定され、鉄道を供出するためレールを剥がされることとなりました。戦時体制の中では鉄道会社が乱立しているのは望ましくありませんでした。そのため、会社の統合が進められました。かつてライバルだった旧西武鉄道と武蔵野鉄道は統合され、1945年9月22日には西武農業鉄道という会社が立ち上がりました。翌年、現在の西武鉄道へと改称されます。戦後の1947年西武鉄道は村山貯水池の周辺に広大な土地を手に入れました。西武はこの土地を東村山文化園というレジャー施設として開発することを計画。ここへの観光輸送と資材運搬のため、1948年に東村山から村山貯水池前までの路線を復活させることとなりました。この時、戦前は村山貯水池前と名乗っていた終点の駅を村山貯水池へと改めました。さて、当時日本各地で競輪が大人気でした。競輪は地方自治体の財源としても需要が高く、西武もこのブームに乗っかって文化園の中に競輪場の建設を決めました。これが現在の西武園競輪場となります。西武は競輪場への客を運ぶべく、途中に支線を設けて西武園駅という臨時駅を設けました。その一方、村山貯水池駅はかつてライバルであった武蔵野鉄道に対抗して建設されたような駅であり、その武蔵野鉄道も今や西武鉄道に統合され、同じ会社の路線となっています。そうなった今となっては、至近距離に駅があるというのは至極無駄でありました。1951年村山貯水池駅までの区間は廃止されることとなりました。1952年には路線の名称変更が行われ、村山線は西武園線と新宿線に分割され、現在の西武西武園線がここで形成されることとなったのです。露天する時代の中、幾多の計画変更を乗り越えて現在の形にたどり着いた西武沿線。
その歴史にはたくましささえ感じられました。紙芝居形式での解説はいかがでしたでしょうか。情報に誤りがある場合は遠慮なくお申し付けください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、低評価よろしくお願いいたします。